石橋善一郎は、日本の実業家、米国公認会計士。日本トイザラス代表取締役、副社長兼最高財務責任者を経て、東北大学大学院経済学研究科教授。東京都出身。上智大学法学部法律学科卒業。スタンフォード大学経営大学院修士課程修了。マスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーション取得。 一橋大学大学院国際企業、戦略研究科修士課程修了、修士取得。筑波大学大学院博士後期課程企業科学、専攻博士後期課程単位取得満期大学、入リノイ修行認会計士。1982年富士通入社。1990年コーポレートディレクション入社。1991年インテル日本、法人予算管理部長。 1994年インテル日本法人経理部長。1997年インテル日本法人コントローラ。2000年インテル製品事業部コントローラ。2002年インテル日本法人コントローラ。2005年 D&M ホールディングス CFO。2007年から2016年まで日本トイザラス代表取締役副社長兼最高財務責任者を務めた。 東北大学大学院経済学研究科会計、専門職専攻国際会計コース教授、早稲田大学小学学術院非常勤講師、一橋大学大学院経営管理研究科、非常勤講師、相模女子大学大学院社会企業、研究科研任講師、筑波大学大学院グローバル研究院、非常勤講師を歴任。2020年、常用銀行取締役、 ありがとうございます。